もう一度息を吸って、伸びて伸びて伸びて。口から大きく吐いて。ゆっくりと両膝を抱えましょう。左右にゆら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 と揺らしていって、骨盤周りにしっかりとほぐしていきます。左右にゆらゆらゆらと揺らしながら、丁寧な呼吸を見つけていきましょう。はい、それではゆっくりと足の裏を天井に、足先、手の指先、バサンバサンバサンと揺らしていきましょう。体の力や緊張をほどいていって、はい、ゆっくりと両手万歳しましょう。足首回しを行っていきます。足の裏ふわーっと床に落としていきましょう。手のひら重ねておへそにタッチしていきます。腹式呼吸の練習をしていきましょう。手のひら側立っている部分にしっかりと呼吸を送り込んでいきましょう。私が3で吸って3で吐く呼吸をリードしますので、仰向けになりながらしっかりと手のひらにエネルギーを集めていきます。それでは深く息を吐いて、吐いて、吐き切って、息を吸って1、2、3、はい、2、3、はい、2、3、はい、次の吸いからご自身のペースで構えます。では最も呼吸が大切だと言われていますので、スイッと確認のリズムを常に観察していきましょう。それでは両膝それぞれ外側に開いて足の裏を合わせましょう。太ももの付け根をマッサージしていきます。そこからおへその下やおへそ周りを時計回りに5周円を描くように、膝を合わせていき、両膝左側に倒して横寝になりましょう。横寝になりましたらゆっくりと上体を起こしてチャイルドポーズでお休みします。呼吸するように吸う息と吐く息のリズムを背中に感じていきます。はい、それではゆっくりと四つん這いになりましょう。ここから動いていきますね。先ほど整えた呼吸を忘れないようにしましょう。ゆっくりと右の手のひらをひっくり返していきます。右手グーパーグーパー、握ったり離したりしていきましょう。右手を前に滑らせて脇の下伸ばしましょう。3呼吸吸って吐いて1、吸って吐いて2、ラスト吸って
吐いて3。はい、OK、ゆっくりと四つん這い。今度左の手のひらをひっくり返したら指をグーパーグーパー握ったり離したりしましょう。手首の様子を見て大丈夫であれば左手を前にスライド、脇の下伸ばしましょう。3呼吸、吐いて1、吸って吐いて2、ラスト吸って吐いて3。ゆっくりと上体を起こしていきましょう。こんにちは、こちらどうぞ。足の指を立てたら膝を伸ばしてダウンドッグ、右膝左膝を交互に曲げていきましょう。手のひらを大きく開いていき脇の下伸ばしましょう。それでは右足を高く持ち上げておへそを右に向けてみましょうか。右膝を曲げて足首回していきます。ゆっくりと下ろしましたらゆっくりと左足を持ち上げておへそ左、膝を曲げながらしっかりと股関節開いていきましょう。足首を回していく。ゆっくりと下ろしたら両膝を床に落としていきましょう。今度正座です。膝を手首の方に歩かせましょう。ゆっくりと上体を起こしましょう。お水どうぞ。もちろん膝が痛いときにはあぐらか膝を伸ばしても大丈夫ですからね。それでは手の甲同士を合わせましょう。上下にゆっくりと動かしていきます。それでは右の手を上にしていきましょう。手のひらを合わせて肘を伸ばし肩を下げていきます。糸肋骨が出ている方は少し尾骨の中にしまっていきましょう。丁寧に丁寧に呼吸を観察していきます。そのまま指を握っていきましょう。絡めていって、そのまま吸って脇の下伸ばします。ゆっくりと右にしなりましょう。深く入っていきます。吸って真ん中、吐いて左方向。真ん中、指をほどきましたら手のひらは耳に立つしていきます。自分の呼吸を聞いていきましょう。ゆっくりと両肘を曲げて90度、肩よりも肘が上にあるようにセットしていきます。ゆっくりと肘同士を合わせて手首、手のひらも合わせましょう。目を閉じて2呼吸、吸って吐いて1、吸って吐いて2。ゆっくりと開きましょう。両肘を伸ばしましたら指をグーパーグーパー握ったり離したりします。今度は肩の高さを前に伸ばしましょうか。ゆっくりと親指をフックしていき、吸って二の腕耳の横、吐きながら軽く右にしなりましょう。吸って真ん中、吐いて左方向。背中の後ろで親指をフックしましょう。肩を合わせていき胸を開きます。斜め上方向を見て顎を引いて目線床、絡めている親指を少し左右に揺らしていきましょう。はい、 OK です。指先を肩にタッチしていき肘を上下に上下、吸って肘を上に口から吐いて、今
今度は手の甲同士を合わせて指先をパタパタパタと揺らしていきましょう。首の後ろで手の甲を合わせたら少し寄りかかります。頭頂で円を描きましょう。ぐるっと吸いきます。吐きます。深く今度互いの肘をキャッチしていきます。後頭部で腕をグーッと押してまたこちらも寄りかかるようにしていきましょう。後ろ方向はい、それでは遠くを通って対策、吸って肩を耳に近づけましょう。途中から吐いてもう一度吸って途中から吐いて、それではゆっくりとうつ伏せになっていきますので、お水一口飲む方このタイミングで飲んでいただいてから手枕を作ってうつ伏せになりましょう。自分のペースで大丈夫ですからね。お尻を左右に揺らしていきましょう。お腹のマッサージ、丁寧に丁寧に行っていきましょう。はい、それでは両膝を曲げましょう。足先細かくパタ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 と揺らし、車のワイパーのように左右に振ってみましょうか。お腹がマッサージされる範囲が広がっていきます。はい、それではゆっくりとこのように膝を中心としてかかとで円を描きましょう。ぐる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 と OK です。ゆっくりと両膝を伸ばしたら脇を締めて肩の下に肘が来るようにスフィンクスのポーズ、右側から右足のかかと見てみましょうか。左のお腹が伸びてきたら一呼吸、鼻から吸って口から吐く。自分のペースであと一呼吸。ゆっくりと真ん中、今度左側からかかと見ましょうか。右のお腹が伸びてきます。はい、ゆっくりと真ん中に戻りましょうか。それでは肘がある場所に手のひらをつき脇を締めます。ゆっくりとプッシュアップダウンドッグに入りましょう。それでは手首の後ろまで歩いていってトコ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 と歩いたら背中の後ろで5本の指を絡めていきましょう。前屈、深く息を吐いていきましょう。ゆっくりと両手を床に落としたらおへそ見ながらゆっくりとロールアップ、マットの先頭にタダーサナ山のポーズ、胸の前手のひら合わせて合掌しましょう。ここで3呼吸していきます。3呼吸の間に背骨、かかと、頭のてっぺん丁寧に丁寧にほぐしていきます。呼吸の力でほぐしマッサージ、太陽礼拝を行っていきます。ゆっくりと肘を伸ばしましょう。ウルドバハスターサナ、太ももの付け根から前屈ウッタアナサナ、吸って斜め前を見ましょう。
右足後ろローランジ、左足後ろダウンドッグ、ステップランクポーズ、吐いてダウンドッグ、3呼吸です。吐いて、いつでも膝ついて大丈夫、ステップ、吐いてに、ステップ、吐いてさ、ゆっくりと手と手の間に右足を挟みましょう。ローランジ、左足を前に斜め前を見る、吐いて胴腸を深く息を吐きましょう。おへそ見ながらロールアップしましょう。親指をフックして、吐いてただ朝、ゆっくりと頭の上で合掌、ウルドバハスタンスマ、ゆっくりと太ももの付け根から前屈、ウッドアナーサマ、斜め前を見て、ゆっくりと左足後ろをローランジ、右足後ろダウンドッグ、ステップランクポーズ、吐いてダウンドッグで3呼吸、吐いて1、吸って吐いて、吸って吐いて、ゆっくりと手と手の間に左足を挟みましょう。右足を前にアルタウッターナーサ、吐いて頭頂下前屈、おへそ見ながらロールアップしましょう。親指をフックする、胸を開く、太陽の光いっぱい浴びましょう。ゆっくりとタダーサナ、ゆっくりと両膝を曲げましょう。ウトゥカタアサナチェアポーズ、太ももの付け根から前屈、ウッドアナーサナ、皆さんとってもいいですよ。吸って斜め前を見て、ゆっくりとプランクポーズで待ち合わせしましょう。ゆっくりと両膝を床、チャイルドポーズ、はい、 OK です。ゆっくりともう一度ダウンドッグ、次は右手の外側に右足を置いていきましょう。リザード、ゆっくりと右手を空、右の肘を床、左の肘を床、前後に揺れましょう。ゆっくりと右足後ろダウンドッグ、インペース、今度左手の外側に左足、親指を45度外側、リザード、左手を空、左の肘を床、右の肘を床、前後に揺れましょう。丁寧に丁寧に、ゆっくりと手のひらを床、ダウンバック、両膝を床にしてチャイルドポーズ、深い呼吸を感じましょう。ゆっくりと状態を起こしていきましょう。お水どうぞ。
それでは両膝伸ばしていきましょうか。ツイストに入っていきますね。はい、それではゆっくりと両手バンザイしましょう。はじめは前屈、パッシモッタナーサナ。ゆっくりと上体を起こしましょう。今度左膝立てます。アルダマツエンドラサナ入りましょう。右足をまたいだら右の膝曲げます。ゆっくりと左のお尻を床に落として膝を抱えましょう。左手をお尻の後ろ、右手空、膝の外側に肘を引っ掛けましょう。抱えても大丈夫。3呼吸吸って吐いて1、吐いて、吸って、吐いて、はい、ゆっくりとリリースしていきましょう。今度反対です。両膝を伸ばしていって、少しポコポコポコと叩きましょう。いいペースです。はい、今度右膝立てていきましょうか。またいだら左の膝を曲げます。右のお尻をしっかりと床に落としていきましょう。膝を抱えて胸を開きます。右手をお尻の後ろ、左手を空、膝の外側に肘を引っ掛けましょう。3呼吸吸って吐いて1、吸って吐いて、ラスト吸って吐いて3。はい、それではゆっくりと目線正面、ゆっくりと両膝伸ばしていきましょう。もう一度このまま仰向けになっていきます。背中を床に落としていきましょう。ゆっくりと両膝を立てていきます。両膝を抱えて右左に揺らしましょう。はい、 OK で、膝の裏に手のひらを差し入れて足を交互に振っていきましょう。そのまま両足を振って上体を起こしていきましょう。ナーバーサナー、両膝を伸ばして両手を前に。もう一度いきますよ。足をパタパタパタと揺らしていきましょう。足を振り子にしてナーバーサナ、ナイス、両手を前に。そう、膝ももちろん曲げても大丈夫ですからね。もう一度ゆっくりと足を交互に振っていく。ゆっくりと両足を振ってナーバーサナ。両手を空へ、膝を伸ばしていきましょう。はい、OK です。ゆっくりとお尻歩きしていきましょう。マットの後ろの方に座っていきます。はい、OK です。両手空、右膝を立てて左手で右足の外側をキャッチしていきましょう。右手はお尻の後ろ、ツイスト。左手で右足の外側ですね。右手を空、ツイスト。ナイス。ゆっくりと右手を空。できたら足の内側をキャッチしましょう。膝曲げても大丈夫です。背中丸めても大丈夫。できる方はおでこを右のすねに近づけましょう。はい、OK です。ゆっくりとリリースしましょう。今度左膝立てます。右手で左足の外側をキャッチしましょう。左膝伸ばす。左手を空、ツイスト。吸う息も吐く息も深く。次
次の吸い気で左手を空、足の内側をキャッチしましょう。一度膝を曲げても大丈夫、背中丸めても大丈夫です。ゆっくりと両肘を曲げて、おでこをすねに近づけましょう。はい、OK です。ゆっくりと下ろしましょう。今度足の裏を合わせていきましょう。バタコナーサナ、両手足の内側からくぐらせていきます。手のひらは足の甲をキャッチしていき、前屈5呼吸、吐いて1で、吐いて2、ラストステップ、深く息を吐きましょう。ナイス。ゆっくりと上体を起こしましょう。膝を合わせたらピースサインを作っていきます。足の親指をフックするか、足の外側をキャッチしましょう。ゆっくりと膝を伸ばしていきます。ゆっくりと足を開きます。右膝を曲げる、で伸ばして、ナイスバランス。左膝を曲げる、ナイス。ゆっくりと戻しましょう。ラストステイ、ナイスバランス。ラスト吸って伸ばしましょう。ラスト右膝を曲げる、右手離しましょう。ゆっくりと右膝の上に左の膝を乗せていきましょう。コムカーサナ、ゆっくりと両手空、左手をくるっとひっくり返したら、右の肩甲骨触りましょう。後ろから右の肘を曲げて、指を絡めていきましょう。牛の頭の甲吸って、吐いて2、ラスト吐いて3、はい、 OK。 ゆっくりとリリースしましょう。ナイス。頭の上でラッシュ、吐いて下ろします。はい、OK。 今度反対いきましょう。右膝が上になるようにゴムカーサナ、足をセットしましょう。膝を抱えて中心軸感じていきます。両手空、右の手のひらひっくり返して、左の肩甲骨後ろからタッチ、そう、ナイス。このままでも大丈夫、指を絡められたら絡めていきましょう。ゴムカーサナで、吐いて1、で吐いて2、ラスト吸って、吐いて3、はい、 OK です。ゆっくりとリリースしましょう。頭の上で合掌、ゆっくりと親指を胸の中心、はい、 OK です。ゆっくりとリリースしていきましょう。両手空、吐きながら前に前屈、3呼吸、はい、 OK です。ゆっくりと水飲んでいきましょう。それでは木のポーズに入っていくので、マットの前に立ちましょうか。それではまたタダーサナで、まっすぐ立っていきます。ゆっくりと両手を腰に当てたら、左足のかかとを持ち上げましょう。ゆっくりとかかとを持ち上げたら、足の裏、太ももの内側につけます。胸の前、手のひら合わせて合掌、右足の5本の指を浮かせます。両肘を伸ばしましょう。ぐんぐん伸び、
ケーです。ゆっくりとリリース。ナイスバランス。足踏みしましょう。いいペースです。両手腰にします。右足のかかと持ち上げていきましょう。次はあらかじめ左足の5本の指を浮かせます。このままゆっくりと右足を持ち上げていき、足の裏を太ももの内側につけていきましょう。胸の前、手のひら合わせてみましょう。次の吸気で両肘を伸ばす。ナイスバランス。ゆっくりと下ろしましょう。足踏みします。はい、OK。胸の前、手のひら合わせて合掌、ウトゥカターサナチェアポーズ。右膝の外側に左の肘を引っ掛けましょう。パリブリッタ、ウトゥカターサナ。あと一呼吸。ゆっくりと両手からナイス。はい、それではゆっくりと両膝を曲げて、二の腕耳の横、胸の前、手のひら合わせて、左膝の外側に右の肘を引っ掛けましょう。あと一呼吸。ゆっくりと両手からダウンドッグ。それでは手と手の間に右の膝を挟んでいきましょう。それではゆっくりと左の膝を曲げて、右手で左足の甲をキャッチしていきます。かかととお尻を近づけながら吸って、右側から後ろの壁を見ましょう。リリースしていきます。足を入れ替えていきますので、プランクポーズから左膝を手と手の間、右膝を曲げたら左手で足の甲をキャッチしていきましょう。左側から後ろの壁を見るように、二呼吸吸って吐いて、1、ゆっくりとリリースしていきましょう。右足を前にダンダン、両手を皿、右手を床、左手頭の先遠く、左のお尻少し浮かせます。そして左手頭の先遠くに伸ばしていきましょう。ゆっくりと左手で円を描く。で持ち上げて、はい、頭の先遠くで動きを止めましょう。ゆっくりと両手皿、今度左手床、右手頭の先遠くに伸ばしていきます。右手で円を描きましょう。右のお尻少し上げても大丈夫です。それでは頭の先遠くで動きを止めましょう。右のお尻で床を押すように、はい、OK です。ゆっくりとリリースしましょう。はい、それでお水飲みましたらまた仰向けになっていきます。はい、それではくつろいでいきましょうね。
ましょう。ツイスト、右手は長く伸ばしていきましょうか。はい、それでは右手で大きく円を描きましょう。吸って持ち上げて、吐いて下ろしていく。ぐる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 と右手で大きな円を描いていきましょう。止めて一呼吸。はい、それではゆっくりと足を入れ替えていきましょう。のんびりとね、過ごしていきましょう。体の力みや緊張を抜いていきます。両手で左膝キャッチしていきましょう。足首を大きくぐる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 っと回します。万歳しましょう。左膝で大きな円を描きましょう。股関節意識します。太ももの付け根ほぐしていきましょう。前半たっぷりと動きました。そしてバランスポーズもツイストのポーズもたっぷりと行っていきましたが、いかがでしたでしょうか。適度な疲労感をしっかりと体に感じながら脱力していきましょう。それでは左膝を右の床に倒しましょう。ツイスト、左手は長く伸ばしていき、丁寧に丁寧に息を吐きます。吐いて1、で吐いて、それでは左手で大きな円を描きましょう。ぐる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 、吸って持ち上げ、吐いて下ろす。左手長く伸ばしましょう。はい、それではゆっくりと真ん中に戻りましょうか。今度は両膝を立てて、お尻の上げ下げを行っていきましょう。手のひらは下向きにして床を捉えます。はい、それではゆっくりと吸ってお尻を持ち上げましょう。よいしょ、下ろしていきます。繰り返していきましょう。5セット数えていきます。でお尻を持ち上げる。吐いて下ろしましょう。吸ってお尻を持ち上げて、そう、さらに高く吐いて下ろしていきましょう。吸って持ち上げて、そう、足強く観察しましょう。吐いて下ろしていく。ラスト2回、吸って持ち上げて、吐いて下ろして、自分のペースだと1回です。よいしょ。お尻の下で5本の指を絡めて肩甲骨寄せましょう。節分ダーサナ橋のポーズ。頭皮をマッサージしていきましょう。ぐる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 っと、そこから耳たぶをマッサージしていきましょう。
耳の付け根、上の方もマッサージしていきます。Thank you.
を動かした部分を思い出して、瞬きをしながら光を取り入れていきましょう。それでは手足をほどいてシャバーサナに入っていきますので、もし寒い方ブランケットを使っていきましょう。使わない方は仰向けになっていきます。頭を左右に揺らしていきましょう。足の裏から頭のてっぺんまで心地よさを感じていきます。今日動かした部分、ほぐした部分を思い出していって、足の裏から頭のてっぺんまで丁寧に丁寧に呼吸を観察していきます。私が今から言う体のパーツ一つ一つに意識を置いていきましょう。大地に溶けていきました。むくみやだるさ、重さも
大地に溶けていきました。鎖骨や背中、肩先、口の中の緊張もほどいていきましょう。下唇、上唇、歯茎、頭部や髪の毛一本一本もマットに溶けていきました。シャバーサのお休みのポーズ、一番初めにこのマットの上でした時の感情や気持ちと今の呼吸、そして気持ちや感情比べてみていかがでしょうか。手の指、足の指、グーパーグーパー、握ったり離したりしていきましょう。頭を左右に揺らします。両手万歳しましょう。5本の指を絡めたら手のひらひっくり返して伸びて伸びて伸びて、口から吐いて、もう一度息を吸って、伸びて伸びて伸びて、口から吐いて、両膝を立てましょう。両膝を右左にパタパタパタと倒していきます。それでは両膝を右側に倒して横寝でしばらくお休みしていきます。おへそを、そして胸の中心を守っていくこと、広がりを体の背面、背骨、背中側に感じていきます。それではゆっくりと上に来ている手のひらで床マットを押しましょう。上体を起こしましたら一度お水を飲んでいき、最後変化を比べていきます。
っくりと手のひら合わせて親指を胸の中心で待ち合わせしていきますので、ゆっくりとで構いません。一番初めの呼吸比べていきます。胸の中心が親指を押し返すぐらい力強く鼻から吸って、口から吐いていきましょう。それでは親指を眉毛と眉毛の間に合わせましょう。この部分は直感力や決断力が高まる場所になりますので、もし何か迷っていたり決めかねていたら、しっかりとこの部分に意識を集中して決断するようにしていきましょう。この後も素晴らしいエネルギーが体全体に流れていきますように、そして素晴らしいアイデアまといますように。これで今日のヨガのレッスン終わります。ありがとうございました。まばたきをしながら光を取り入れましょう。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ちょっとゆっくりする時間作ってみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。